老漢は中国戦国時代の重王家、政治家、戦国作には彼にまつわる十篇ほどの話がある。長の武霊王の命を受け、真にで使わし、紀元前300年に大千里と質がなくなると、真の小女王は紀元前299年に旗と生で同盟を結び、もう将君を将国に任じるために招いたが、翌紀元前298年には、 もう将君は将国を辞し、観古関を抜け、生に逃亡した。明女王は次の将国に、老館を任命したが、それを己の国に不利になると暗示た、長王の意を受けた仇駅という者が、老館を罷免し、義を将国に任じることを進言したため紀元前295年、明女王は、老館を罷免しおじである義を将国に任命した。紀元前年、は、 徴兵の戦いにて敗れた後、首都艦隊を横領率いる新軍に包囲されることとなるが戦国策では、この際、後世王の前に、老艦が現れ、旗に六つの城を割上し、講和することを進めたが、愚痴と平原君に阻止され、朝から逃亡したとある。しかし、四季、平原君、愚痴列伝によると、後世王に講和を提案したのは、老将とされている。AB、B 戦国作、超作四、四季平原君、愚狂烈伝、旗朝鮮を徴兵、超不価値、某一問。超王将老将よ愚狂曰く、軍戦不価値、城又市、歌人士多摩公寺数の、いかん郎将曰く、無益なり、不助発重しためこう。愚狂曰く、証拠と、後者、もっため不幸軍必ず離り。しかも正公派罪旗。 かつ王の論心なり、欲波長の軍家、不じゃ王曰く、旗不意、あまり力確か、必ず勝つ、欲波長軍。不協曰く、王長心、初死で長宝も、不祖、義、祖、義欲特王の長宝、必ず、内割れ使い。長死入りすへ、え、旗必ず義天下の合唱、勝つ必ず恐れ。ジョコレ、乗り甲の固めなり、長を不調。 余平洋君んためこう、初亭主いる方、ありがとうございます。